西和梅田ビルは、大阪市北区曽根崎二丁目にある、超高層ビルである。建て替え前の梅田第一ビルと、朝日屋書店本店曽根崎警察署南側の、この地には、第一官業銀行梅田支店などが入っていた梅田第一ビルディングがあった。1967年春工の梅田第一ビルが、築40年を前にした2006年に、 第一勧銀の不動産管理会社として発足した聖和総合建物による建て替え計画が始動。隣接する朝日屋書店本店の敷地を購入することができ、梅田第一ビルの1.5倍の敷地で建設を行うこととなった。2012年3月に梅田第一ビルの解体工事に着手。2013年2月に自賃祭を挙行し、2015年3月に竣工した。 外装は、格子デザインの加工が打ち込み PC カーテンウォールとアルミカーテンウォールで、西日が強い立地であるが日差しで日差しを軽減する。大阪では昼には海から陸へ、夜にはその逆に風が吹く傾向があり、自然通風ができる換気口を設けた。ヒートアイランド対策として、未動筋に面した歩道には、ドライミスト散布設備を設けた。これらの環境対策により、 カスビー評価では S ランク日本政策投資銀行による環境認証制度 DBJ グリーンビルディング認証では最高ランクのプラチナの格付けを取得した BCP 対策として重油20キロリットルを備蓄し72時間運転可能な自家発電機停電時でも3日間使用可能なトイレなどが備えられ水害に備えて 主要な防災設備は2階以上に設置されている。地下フロアでは地下鉄谷町線東梅田駅及び地下街ホワイト梅田に接続している。ビル内にはオフィスビルとしては世界初の建物組み込み型機械式駐輪場が90台分設置されている。エレベーターは地下1階から地上13階までの低層用、地下1階、地上1階と13階から20階を結ぶ。 構想用がいずれも17人乗り3機ずつと20人乗りの非常用エレベーターが1機設置されている。ありがとうございます。